お、エアリス、今日は彼氏と一緒か。うん、今日会ったの。あんたさっき子供を追っかけてたよな。町の奴らから話を聞いたよ。立ちの悪いよそ者かと思ってたら意外にいい奴だったんだな。冷たくして悪かったよ。これは俺からの気持ちだ。それにしてもエアリス、なかなかいい彼氏を見つけたな。ううん、彼氏じゃないの。今日会ったばっかり。ねえ、ちょっとこのお店見ていい？え、買い物に来たかったのか。じゃあやめる。嘘嘘、いいって。好きなだけ見ろよ。ありがとう。ちょっとだけ、すぐ終わるから。この店気になるのか。うん、見てるだけで楽しい。なあエアリス。何？もしもしって起こしてくれたお礼に何か買ってやろうか。お礼はデート1回でしょ。それバッカみたいって言ってただろ。だって。じゃあ今日の記念、出会いの。いいの？もちろん。じゃあこれがいいな。わかった、買ってくる。ちょっと待ってて。こんなもんか。ちゃんと結んだ？ま、大丈夫だろう。うん、なんかいい感じ。ありがとうザックス、大切にするね。ああ。ねえ、まだ時間ある？なくもないけど。公園行かない？お、なんかデートっぽいな。うん、じゃ行こう。ソルジャーって会ったことある？多分。幸せなのかな。どういう意味？子供たちの憧れ、世界を守るヒーロー。でも普通じゃない。よく知らないけど特別な手術受けるんでしょ？らしいな。普通が一番幸せ。私そう思う。ソルジャーってなんか変。そっか、変か。それに怖い。戦うこと大好きなんだよ。俺ソルジャーなんだ。ごめん。綺麗。顔。瞳。気に入った。だったらもっと見てよ。魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。もう。空みたいな色だろう。うん、この空なら怖くない。確かに俺の周りは普通じゃないことばかりだ。エアリスは？なんか問題あるのか。今日は穏やかな一日かな。そう思ってたら空からソルジャー降ってくる。そんなに悪いことじゃない。うん。ザックス、今すぐ新ラビルに戻れ。
ジェネシスが攻撃を仕掛けてきた。わかった。行くところできちまった。じゃあ私行くね。また会えるよね。もちろん。助かるといいね、お友達。え？うなされてたから。うん、大丈夫さ。今はそんな気がする。ここから死んだビルへはマーケットの中から行けるって言ってたな。またモンスターのお出ましか。アクティベイティングコンバットモード。かかってこい。コンプリートリゾルブ。アクティベイティングコンバットモード。コンプリートリゾルブ。おっしゃー。Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃ。 Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃ。 Activating combat mode.いや、踏むのはまずいよね。Activating combat mode. Conflict resolved. Osha! もうちょっとちゃんと準備した方がいいか。
Activating combat mode. Combat resolved. Activating combat mode. 邪魔すんな。Activating combat mode.
そんじゃ、気合い入れていきますか。おーい。お、ブルーノじゃないか。兄ちゃん、もう帰るのか。間に合ってよかった。俺、このマテリアを兄ちゃんに渡そうと思って。もう盗みは絶対やらない。だからこれ、兄ちゃんに預ける。お、いい心がけだな。俺をしっかり見習っとけよ。兄ちゃん、そのマテリアで妙なことするなよな。するかよ。ま、それはどうでもいいや。もう一つ言いたいことがあるんだ。兄ちゃん、もうちょっとエアリスにふさわしい男になれよ。なんだよいきなり。ここだけの話、エアリスは兄ちゃんのこと結構気にしてるぞ。俺、兄ちゃんを応援してるから、何か困ったら俺に聞きに来いよ。それじゃな。へえ、ずいぶん信頼されたもんだな。よし、このマテリアは預かっとくか。死んだビルが、くそ、ジェネシスのやつ、なんでだよ。お迎えご苦労。アクティベイティングコンバットモード、よっしゃ、急げ俺。今度はメカかよ。大歓迎じゃないの。アクティベイティングコンバットモード。
しまい。もういいって、急ぐんだって。ああ、もう囲まれた。次から次へとも。いいよいいよ、来るなら来いよ。まとめて相手してやるぜ。アクティベイティングコンバットモード。コンフリクトリゾルブ。やっと落ち着いたか。でも時間取られちまった。急がなくちゃと思ったけど、世の中そんなに甘くないってね。はいはい、んなこと分かっとるよ。なるほどね、今までの奴らとは格が違うってか。だからどうした。コンバットモード。はっすれ。コンプリートリゾルブ。おっしゃー、もう終わり。終わりだな。よし、さあ。力を貸してくれ。どうだろう、あんたが考えてること全然わからない。実は俺にもわからない。時々頭の中に霧がかかったような感じになるんだ。でもな、たとえどんな状況でも俺は誇りを持たなくてはいけない。このバスターソードが共にある限り、ザックス、俺と一緒に戦え。敵は世を苦しめる者すべてだ。力貸してやる。あそこまで運んでやる。いいって。飛ぶのはいいもんだぞ。悪い、待たせた。遅いぞ。セフィロス、やつれたか。早速だが、ホランダーは北条抹殺をジェネシスに命じているはずだ。北条って、あの？ああ、科学部門統括の北条博士。ホランダーは北条に自分の地位を奪われたと思っている。だったら狙いは上の科学部門フロアだな。北条など放っておけ。相変わらずだな。ではセフィロスはここより下を頼む。外は俺に任せろ。ザックスは上だ。北条博士は任せた。了解。アンジールが何を考えてるのか俺にはさっぱりわからない。でもまた一緒に戦えるんだ。今はそれでいいや。さて、科学部門フロアはこの奥だな。アクティベイティングコンバットモード。コンプリートリゾルブ。
博士はっと。よかった、無事か。静かにしてくれないかね。今、ビルがジェネシス軍に攻撃されてるんだ。狙いは北条博士かもしれない。それで、君が私の護衛か。とにかく、一緒に避難してくれないか。劣化するモンスターなど恐れることはない。それ、ジェネシスのことか。その通り。空から来た未知の生命体を古代種だと思い込んでいた愚かな時代の産物だ。未知の生命体？空から来た最悪、ジェノバ。知らずとも問題はない。何も考えずに私という頭脳を守ることがソルジャーの役目だ。おお、複雑そう。何の音だ？君はたった今、実験用モンスターを下の階に放ったのだ。モンスター？凶暴すぎて役に立たなくてね。処分するつもりだった。ちょうどいい。君が責任持って処分したまえ。俺が？面白い情報を教えてやろう。67階の独房はアイテムの倉庫として転用中だ。君が放ったモンスターどもにはその独房の鍵を一つずつ持たせている。倉庫には何か役立つものが眠っているかもしれない。興味があるなら奴らから鍵を奪ってみるといい。ただし、モンスターから鍵を奪う方法は。博士、それ面白い情報じゃないと思う。仮に処分に失敗しても心配することはない。3分後に67階へ鎮静ガスを噴射する。聞いてない。3分以内にモンスターの処分ができたら、この事故の原因が君だということは黙っていよう。なるほど、面白い。でも鎮静ガスってまさか俺ごと鎮静するんじゃないだろうな。3分以内で終われば何の問題もない。君がどれほどのソルジャーか、これで明らかになるな。よってこいつらか。って、おい、お前らどこ行くんだ。おい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 、俺の評価とソルジャーの意地がかかってんだ。待ちやがれ。まったく、あちこちに散らばりやがって。さっさと片付けるぞ。そういえば、独房のアイテムはもらっていいんだよな。独房の鍵はモンスターが持っている。どうやって手に入れようか。Activating combat mode. Conflict resolved.
おっしゃここが独房か。鍵があれば開くってことだよな。逃がすかよ。アクティベイティングコンバットモード、コンフリクトリゾルブ。決まった。おっしゃー。よし、掃除完了。ちょっと時間が余ったな。独房調べてから戻るか。よし、開いたぞ。よし、開いたぞ。よし、あ、独房の鍵持ってないって。サンプルはみんな片付けたし、言うことないだろう。博士、お掃除完了。すべて処分してきたようだな。そうだろう。それなりに興味深いデータが手に入ったよ。だが独房にはまたロックをかけた。それにしてもなかなか面白いデータだ。俺のデータ変なことに使うなよ。ずいぶんと暇そうだな。いや、暇ってわけじゃないけど。私に来客があるんじゃなかったのか。この偉大な頭脳、命を懸けて護衛する準備はできているのかね。それは
もちろん任せてくれ。いらっしゃいませってなもんだ。新世代のソルジャークラスファーストの実力を見せてやる。それは頼もしいものだ。二流科学者の失敗作になど負けないでくれたまえよ。おや、噂をすればだ。ホランダーの命令か。ホランダーに従えば劣化が治るとでも思っているのか。哀れ、実に哀れだな。くっ、ジェニス。二流科学者に劣化を治せるわけがない。もうやめろ、ジェネシス。おお、これは珍しい。君よ、因果なり。夢も誇りもすでに失い、女神引く弓よりすでに矢は放たれた。ホランダーのモンスターが勢ぞろいだ。黙れよ。ラブレス第4章。親友同士が決闘を申し込むシーンだ。古来より伝わる叙事詩。研究の役に立つかと読んではみたが、くだらん。決闘の結末は？不明。最終章は欠落し、未だ発見されていない。結末は諸説ある。果たして女神の贈り物とは俺たちにとって何を意味するのだろうな。おい、待て、ジェニシス。復讐に取り憑かれたる我が魂。苦悩の末にたどり着きたる願望は我が救済と君の安らかなる眠り。また召喚しやがった。ザックス、任せたぞ。お前なら倒せる。な、置いてくな。待て、こら。エアリス、あのさ、後で電話するよ。お客さんが来てるんだ。お客に失礼のないようにだとさ。アクティベート。インコンバットモード。
どこ行ったんだよ。また出ねえ。どなたですか？セフィロス。もう随分連絡が取れないんだ。知らないのですか？セフィロスさんは資料室にこもりっきりらしいですよ。資料室は情報端末の持ち込み禁止ですから、しょうがないですね。資料室？何でも昔の科学部門のことを調べているそうです。ああ、エアリス、どうした？うん、あのね、いつ作ってくれるのかなって。作る？あ、花売りワゴン忘れたの？忘れるわけないだろ。待ってろ、すぐ行く。
しまった。コンフリクトリゾルブ。アクティベイティングコンバットモード。かかってこい。コンフリクトリゾルブ。おっしゃー。Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved.
アンジル、どこにいたんだよ。すまない、これでも忙しくてな。まったく、セフィロスとも連絡が取れないし。何かあったのか。別に、なんか資料室に閉じこもって昔のことを調べてるってさ。そうか。もう行くのか。何しに来たんだよ。ジェネシスとホランダーがモデオヘイムにいる。へえ、それを伝えに。仕事してるんだね。気持ちだけはまだソルジャーだからな。ラザードにも伝えておいた。迎えが来るはずだ。ザックス、モデオヘイムで仕事だ。分かってる。ちょっと待っててくれ。エアリスはいない、うん、どうした。エアリスとはどういう関係。複雑な関係だ。ふん。彼女からは何も。何にも。ならば、私からも何も。まあいいんですけどね。いいんですけどね。いきなりモンスターのお出迎えとはね。ゾン、兵隊さん。電波が入らないようだ。ま、みんな怪我もないんだからなんとかなるだろう。さすがだ。不便な土地では頼りになる。どうせ田舎もんです。さて、落ちずに進んでいればモデオヘイム村に着いたはずだ。つまりこのまま進めば村がある。よし、俺についてこい。おい、あんまり遅れるなよ。お前、なかなかやるな。俺も田舎の出なんだ。どこ。ニブルヘイム。ザックスは。俺、ゴンガが。あ、笑った。今笑ったな。知ってるのか、ゴンガが。いや、でもすごく田舎らしい名前だ。ニブルヘイムだって知らないくせに。行ったことはないけど、マコーロがあるんだろ。ミッドガル以外でマコーロがあるところは大抵。他には何もない。喜べぞ。俺とクラウド。俺とクラウドがいれば辺境の地は怖いものなし。ああ、任せる。
邪魔すな。おっしゃおっしゃちょっと待つか。ザックス、あのさ。ん？そのソルジャーってどんな感じなんだ？ああ、質問の意味が分かんねえぞ。ま、お前もなってみりゃ分かるよ。なれるものならね。大丈夫、俺簡単になれたし。クラド、あれ、ジェネシス軍だ。魔鋼の試験堀に使われた施設だ。よし、俺が行く。この任務の目的は施設内外の視察。ジェネシス軍相手の戦闘は想定外だ。想定外だから放っておけって？ありえない。いずれにしても敵情の把握は必要だ。建物の中に大軍が隠れている可能性もある。じゃあこれは、まず俺がなるべく戦闘を避けて施設内に潜入で中の様子を探る。やれそうならやるし、無理そうなら退散。任せろって。ソルジャーはただの戦闘バカじゃないってとこを見せてやる。いいだろう。入り口はあの倉庫の裏手だ。潜入手順は任せる。ああ、分かっていると思うが、この吹雪だ。体温の低下にも注意しろ。動かずじっとしているとどんどん体温が下がる。下がった体温は得意のあれで回復しろ。あれか、分かった。ソルジャーはやっぱりすごいな。
じゃあな。よっしゃCombat mode. Conflict resolved.
Activating combat mode. おっしゃー! Conflict resolved.
Activating combat mode. Conflict resolved. お前には私が必要だ。私がいなければお前の劣化は誰が止める。ジェノバ細胞。待て、クラウド、よくやった。だがジェノバ細胞は保管場所がわからない。北条でさえ知らないんだ。見つかりっこない。だったらこのまま朽ち果てるさ。ただし世界も道連れだ。クラド、追え。明日を望みて散る魂、誇りもついえ飛び立とうにも翼は折れた。これがモンスターの末路だ。俺たちはモンスターじゃない、ソルジャーだろ。誇りはどうしたよ。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。この世界が俺の命を脅かすなら、道連れだ。ジェネシス。クラウドもどこへ行ったんだ。なんだあの穴、みんな行ったのか。